はい、どうも、MKツ町です。はい、どうも、ケンさんでございます。というわけで、MKツラーメン部でございます。はい。はい、今回来ているところは。そうですね。手仕事ラーメン8という。うん、はい。というわけで、ここは、新潟でも結構少ない方かな。そうですね。朝からやってる。7時半からやってるラーメン。7時半から。早いね。朝ラーが食べれるお店として。そうそう。有名ですけど。うん、結構あれだね、うん。あれ、それこそ24時間。ショールームの時に、うん、リカちゃんもね、うん、ここで支配人と一緒に食べてましたけど、そうそう、俺ねここ大好きでさ、うん、なんかリカちゃんのその朝ラーしたの聞いた時に、はい、あそこ行ったのみたいな、すげえ悔しくてでも俺正直朝ラーねここではしたことないんですけど、うん、いいなぁと、あわよくばいたかったな。そうね。というわけで、ここ煮干し系なのかな。そうですね、うん、煮干し中華で。はい、というわけでそれをね食べに行きたいと、うん、結構ね混んでるよね。もうお昼過ぎて、今時間的に言うと おやつ時というか、そう、おやつ時に近いぐらいなんで、うん、意外と混んでるなっていう。すげえもう満車ね。そうだね、駐車場がね、うん、というわけでじゃあ煮干しラーメンを食べに行きたいと思います、うん、はい、食べます、はい、というわけでいただきます。はい、というわけで食べてきましたけど、はい、自分はですね、濃厚煮干しラーメンの味玉トッピング、うん、ケンさんは、これは俺の味やつ のチャーシュー4枚もトッピングでした、はい、というわけで食べてきましたけども、いや美味しかったです、うん、なんかこう中太麺、うん、で結構スープ的にはさドロドロなんだけど、うん、柚子が入ってるから、そうそうそう、なんかこう意外とそれがアクセントとなってというか、ね、すんなりというか、ね、さっぱりもいけると、うん、ちょっと緩和されるっていうのかな。そうですね。あとは味玉もね結構こうなんだろう、半熟なんだけど、うん、崩れない程度の半熟というか、一番いい感じの、うん、チャーシューも美味しかったです、ね、そうだね、なんかこうドロッとしてるのかなと思いきや、うん、なんか結構しっかり歯ごたえのある感じのチャーシューだったなっていう気が。美味しいです、めっちゃ、うん、煮干しとか鰹節の味が強い気がしたんですよ、うん、だからね俺今回頼まなかったんだけど、うん、ご飯最後に入れたらそれ最強、多分美味しい気がする。それずるい、それ俺もする、うん、あれ多分ご飯ありきで頼んだ方がちょっといい気がするなっていう、うん、あそれいいね、うん、ちょっとね、あご飯頼めばよかったなと思ったんだけど、うん、ご飯ぶっち入れたらもう最強だね。最強だと思う、うん、あの味はご飯にぴったりなの。そうだね、思いました。絶対合うね、うん、いいね。ちょっとリカちゃんのサインもね飾ってあったので、そう、ちゃんとね、うん、嬉しいね、リカちゃんのサイン。そうね、あれ普通にあるって嬉しいね、やっぱね、うん、まあリカちゃんの席では食べれなかったですけどね。そうそう、ちょうどね、うん、狙ったのかたまたまのなんか偶然、そうですね、席先さ行けねえかなと思ったけど、うん、ちょっと無理だったけど、そうね、うん、そこはまあまたリベンジを今度ね個人的に、はい、というわけでまあ次来た時はねご飯ちょっと入れて頼もうかなと。そうですね、思うんですけどね、うん、来たことない人だからね、来たことあるけどそれしたことない人は、うん、ぜひご飯入れてみるのもありだと思うので、ぜひぜひ、うん、これ意外と新潟駅から近いところにあるんで、そう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 、ちょっとね近い、うん、すぐ来れる場所かなっていう気がするんで ね、もし県外の人とかも、そうですね、うん、なんかああそういえばあいつらハッチ美味しいって言ってたのでちょっと気になる方はぜひ来てみるのもいいんじゃないかなと、はい、いいと思います。おすすめです。リカちゃんもおすすめしてたので。そうですね。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。はい、では、ごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。